デビューをご覧の皆様こんにちは、陣内翔です。なんとこの度4月からですね、 D-BOYS 連載がリニューアルオープンいたします。うおーということで、どのようにねリニューアルされるか僕もまだ全部は分かっているわけではございませんけれども、僕自身も楽しみにしていますので、皆様もぜひ楽しみにしていてください。じゃあデビューといえばですね、僕はよくねインタビューの時にこうカメラを撮ってもらう時に、デビューの事務所の外をねこうロケしながら撮ってもらうんですけれども、なんか学校帰りのね女子高生とかがやっぱりこう撮影とかしてるとこう見に来るんですよね。なんか割と近くまで来て、よくその距離でっていうところでね、誰って言われたっていうね、この甘酸っぱい思い出がありますんで、もうその当時の女子高生は今もう成人しているんでしょうかね。まあその子がもし次またそこで会った時にはね、あの時のとかって思ってもらえるように頑張りますので、皆様何卒今後も D-BOYS 連載の方も陣内翔の方もよろしくお願いいたします。バイバイ。